やったぜ。はい、今から下るんですけど、山道を歩いていくんで、昼がねすごいいるんですよ。昼がなので、足袋の中に塩を入れとけば近づいてこないんで、塩をまぶしておきます。だいぶ違います。たまに中まで入り込んで血を吸ってるんですけど、あ、これいた、ほら、血吸ってるよもうこれ。あー、吸われた。こんなにコロンってなってる。これはもう塩かけて成敗しておきます。入ってくるわけですよ、こういう風に。なんで、塩をまぶしておけば、ほら、血を吸った血が入ってますね、血が。塩をかけとけば、昼は寄ってきません。あ、アリンコがいる。アリンコがいるということは、アントで釣れない、これ。あ、ちげ。はい、下ってきました。で、下流域また釣りながら下がっていきたいと思います。下流域に大きいのがいるような気がするんで、ピンク上げ。なんか跳ねたような気がしたんだよ、そこで。くそー、もう来ねえだ。
もっと大きいの泳いでんだよ、下に。サンキュー。サンキュー、9匹目。普通のヤマメちゃん。あと1匹で10匹だ。この下にもう少し大きいのが泳いでんだけど、今のでバレちゃったかな。お、来い来い来い、見に来るな、ケバリを。まだまだ見に来る。はある。そう、投げずれ。ああ、そう。なんだよ。待って。ちょっと下からやるか。あう。いろいろ。いろいろ大変だこれ。私もこっちの木ばっかり。こいつ邪魔、こいつ。くそ。来た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 。さっきより大きいぞ。よし。お、いいサイズ。ナイスサイズ。ネットを持ってきてねえな。きれい、きれいじゃん。いいよ、豆。よし。ほい、ほい、あれ。ほい。きれいですね。こっちじゃないって、あっちだって。10匹達成。なんとか、なんとか10匹だ、なんとか。下行くか。わずかですね、夕暮れまで。最後ここでやります。で、ロッドがリバーピークの33にしました。長雨でちょっとバックも取れる感じなんで、長雨で後方から行きたいと思います。でさっき反応が良かったハムアンとつけました、とりあえず。でラインももう暗くなったんでレベルラインにしました。全然見やすいですね。レベルラインしました。あそこ来た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 来ました来た。イブニング、大きくねえけど。ヤマメちゃん、イブニングヤマメ。ああ
聞いた甲斐があったな。よしよし、これからまだ狙っていこう。カディスですね、イエローのカディスの、16番か、これは小さいやつですね。はい、電気を、お電気を、あ、糸がぐるぐる巻き、糸がぐるぐる巻き合ってる。サンキュー、サンキュー、サンキュー、サンキュー。はい、電気スタン、カウント12来ましたね。やったー、なんか嬉しい、なんか嬉しいな、こう狙いすましてつったような感じが。終わりか。来た。お、これ結構いい数だ。いい数だ。ちょっと待って。これいい数だ。いい数。あ、スレか。いい数だと思った。スレだよ。なんだよ。尺かなと思ったらスレかよ。なんだよ。あー、もうでけえと思ったのに、まあ22ぐらいあるけど、スレかー、残念。写真撮っとくか。何時よ。夜ヤマメ。何時だ。あ、7時15分だって。よくかかったな。あ、待て。取れた。ぐらいかけて帰ります。で、来週は今度日曜は、夕方から友達と焼肉なんで、そんな長く釣りできないんですけど、どっか行きたいと思います。もしかしたらまたここに来るかもしれない。もしかしたら。お疲れさんでした。また来週。